原初、光の神ラティオと闇の神ナトラという二柱の神々があった。神々は万物の永続のため、天使や悪魔、人や世界を作った。しかしある時、神々は天地の行く末について激しく対立し、戦いを始めた。天使と悪魔、羽人と獣人、人と魔物とを巻き込んだ戦いは数千年の間続いた。やがて戦いには光の神が勝利したが、火の神もまた力を使い果たし、長き眠りについた。神々に作られし世界、ラーズワールド。神々の争いに端を発する数千年の戦乱を経て、世界は、人は、戦いの歴史の中で過去の英雄や魔物の力を借りる召魂術を生み出す。そして召魂術をはじめとした武力を背景に、ゴルド帝国が中央大陸を統治していた。その帝国の中心たるテートに向かう一隻の飛空船、そこに巨大な影が迫っていた。
くぜ。Thank you.
Thank you.
僕の心眼で射抜いてみせよう。逃がさないよ。敵でも何でも一瞬で倒したるわ。気ぃついたら手遅れじゃ。
僕の心眼で射抜いてみせよう。僕の心眼で射抜いてみせよう。私が道を開きましょう。僕がやろう。